はい、どうも、白滝です。今回の動画は明日、3月14日にイベントのガチャが更新されるので、更新予想で。ファイナルミキサーで投入する選手の育成が完了したので、ある選手を狙ってミキサーで大勝負やっていこうかなと思います。3月14日にイベントとガチャが同時に更新されます。まずはガチャ予想の方からやっていきましょう。まあ、3つのね、更新が来ると考えていまして、1つ目が OB 再臨。で、2つ目、まあ、結構難しいんですけれども、まあ、侍ジャパン、アジアプロ野球チャンピオンシップのメンバーたちを獲得できるガチャが、まあ、更新されてくる可能性はあるんじゃないのかなと思います。で、3つ目がリアルタイム対戦ピックアップスカウト。まあ、それぞれね、順番に説明していきたいんですけれども、まあ、その前にガチャの枠の問題について、まあ、左側のね、画像を見てください。まあ、こちらは2022年に開催された時の、まあ、ガチャのね、表記の画像になるんですけれども、プレミアムのところでリアルタイム対戦ピックアップスカウトが更新されていました。でワールドスターのところはワールドスター再臨で、セレクションのところは OB 再臨が開催されていました。まあ、今回であればプレミアムのところでリアルタイム対戦ピックアップスカウトで、侍ジャパンに関してはジャパンという表記でガチャを更新させることができる。でセレクションのところで OB 再臨と、まあ、過去にね3つのガチャが更新されていたので、まあ、今年、まあ、2024年、まあ、3月14日のね更新でも、まあ、3つのねガチャは、まあ、更新はねできるんじゃないのかなと予想をしています。一つ目の OB 再臨から、まあ、説明ねしていきたいんですけれども、まあ、このガチャに関しては無課金税は絶対に引かないでください。まあ、10万、20万、30万使っても、まあ、狙いがね、出ない、まあ、闇ガチャになっているので、まあ、絶対にガチャは引かないでください。引くのであれば、まあ、昨日にね、こういった動画を投稿しました。3月20日、まあ、生放送があるんですけれども、まあ、そこで大谷翔平コラボの情報が発表ね、されるかもしれないので、まあ、エナジーを使うのであれば、まあ、グランドオープンや、まあ、大谷翔平ガチャに使った方が、まあ、エナジー効率はいいんじゃないのかなと思います。まあ、本当 OB 再臨に関しては、まあ、本当闇なので、まあ、絶対に引かないでください。でもし仮に、まあ、ギャンブラーでね引くのであれば、まあ、どの段を引くべきなのか、これは、まあ、狙いの選手によってね、まあ、変わってはね来るんですけれども、引くのであれば OB 第3段かな。まあ、狙いの選手は藤村選手、アーチスト、広角、まあ、外小葉選手、2種類のナックルカーブ、で田村選手はセンター枠のアーチスト、広角、でバーネット選手もリアタイ向きのね、球種になっている、で三塁手最強の、三塁手最強の落合選手、アーチスト、門田選手、アーチスト、田淵選手と、リアタイ向きの性能になっていて、強い選手が多いので、引くのであれば、OB 第3弾を引いた方がいいんじゃないのかなと思います。2つ目のガチャがアジアプロ野球チャンピオンシップの侍ジャパン。まあ、狙いの選手、強い選手は誰なのか、まあ、ここではね説明していきたいんですけれども、まあ、基本的には純正向きの選手が多いラインナップになっているので、まあ、この後の純正最強決定戦でトップを狙う方は必須にねなってきます。でその中でプロスピ的に、まあ、強いね選手は誰なのか、まあ、5名の選手がいるので紹介していこうかなと。1人目が桐敷選手、通常の S ランクは登場していないんですけれども、限界突破すれば中継ぎ起用することができて、第2球種ツーシーム、第1球種スプリットと持っているので、まあ累計とかで当たれば、まあ、初心者がね使える投手、まあ、阪神純正的には必須級の選手になっています。で特殊能力はまだ判明していないんですけれども、まあ、対ピンチなどがついた場合は、まあ、本当に阪神純正ではね、まあ、かなり必須級のね選手にはなってくるんじゃないのかなと。2人目が佐藤輝明選手、パワー A なので、まあ、累計とかで当たれば、まあ、リーグで使える。で初心者の方はリアルタイム対戦でも使える性能になっています。第2特殊能力広角打法を持っているので、まあ、左へ右へ強い打球を打つことができる。まあ、ガチ勢に関してはサードは村上選手や岡本選手、落合選手、まあ、ライトに関しては高橋由伸選手などを使っていってください。
3人目は坂倉選手、侍ジャパンではスピリッツ4500、通常からプラス1の能力で登場してくるので、アニバと同じ能力で登場してきます。で、アニバの時の能力であれば、称号でミート A パワー A にすることができるので、まあ、累計とかで当たった場合は称号でミート A パワー A の同値狙っていってください。まあ、現役の星枠では一番強いので、まあ、累計では大当たりの選手になってくると思います。4人目が牧選手、こちらもアニバと同じ能力8081、スピリッツは4500で登場してきます。で、特殊能力超広角打法を持っているので、まあ、二塁手として、ね、使える選手になっています。そして最後、ヤクルト田口選手、通常からプラス1されれば QEA で登場。で、リアタイ向きのね、球種になっていて、まあ、限界突破すれば先発も起用することができる。特殊能力、対ピンチ20丸切り替え内角と、まあ、侍ジャパンの投手の中では、まあ、一番の大当たり枠になってくるんじゃないのかなと思います。3つ目のガチャ、リアルタイム対戦ピックアップスカウト。まあ、これはね、誰が選ばれるかわからないんですけれども、まあ、3月下旬にマッスラー、まあ、あとはナチュラルシュート、プルヒッターの強化が入るので、まあ、そういった選手が選ばれるのか、まあ、例えばね、阪神の村上選手、横浜のウェンデルケン選手、日ハム、アーチストプルヒッターの清宮選手、まあ、そういったね、方が選ばれるのか、それともガチガチで固めてくるのか、まあ、これはね、更新してみないとわからないので、まあ、その強い選手がね、多ければ、まあ、引く価値はありますし、まあ、あまりね、まあ、それリアタイ向きの選手が多くなければ、まあ、スルーして大谷翔平コラボ、まあ、あるいはね、グランドオープンに向けてエナジー貯めていってください。イベントの予想もやっていきたいんですけれども、2023年3月、2022年3月、2021年3月に開催されたイベントを見ていこうかなと思います。2023年3月、まあ、ホームランダービー、エージェントエースドリームキャラバン、2022年3月、エージェントエースドリームキャラバン、2021年3月、エージェントエーススターロードと、まあ、こういったね、イベントが開催されていたんですけれども、まあ、3月、まあ、エージェントエースがね、来る確率がかなり高くなっているので、まあ、2024年の3月もエージェントエースが、まあ、更新されてくるんじゃないのかなと個人的に予想しています。まあ、最終更新が去年の11月2日、まあ、その3ヶ月、まあ、4ヶ月前から、まあ、こう最終更新になっているので、まあ、明日3月14日は、まあ、本命としてはエージェントエース、まあ、対抗としてドリームキャラバンを予想しています。最後に3月14日のまとめやっていきたいんですけれども、イベントは、まあ、過去ね、3月によく来るエージェントエース、対抗がドリームキャラバン、ガチャは OB 再臨、侍ジャパン、アジアプロ野球チャンピオンシップのメンバー、リアルタイム対戦ピックアップスカウト、まあ、こういった予想をしています。まあ、皆さんのね、意見や考え、予想に関しては、まあ、ぜひともね、コメントに書いていってください。で、最後はですね、ファイナルミキサーである選手をね、狙っていこうかなと。ファイナルミキサーの方やっていきましょう。投入する選手は、宗、岩貞、渡辺、小林。この5名を投入して、まあ、ある選手ね、狙っていこうかなと。この宗選手に関しては、同一ポジションで、村上選手と岡本選手。で、この岩貞選手、渡辺選手、極み。小林選手、極みに関しては、まあ、中野選手狙いで、まあ、ファイナルミキサーね、やっていこうかなと思います。同一ポジションで行きましょう。まずは宗選手1人目、同一ポジション S ランク選手1名、岡本選手と村上選手、この2名のみかな。まあ、あとは高橋選手が来てくれれば嬉しい。まあ、狙いとしてはそれぐらいかな。中村選手はね、確かアニバのやつで称号でパワー A 決まっているので、まあ、今の中村選手は、まあ、今オーダーに入ることはないので、村上選手か岡本選手、このどちらかかな。岡本選手もね、去年のシリーズ1からその継承はできていないので、岡本選手か村上選手、フランコ。2人目の宗行きましょう。頼むよ、岡本選手か村上選手。演出は渋い。当たってくれ、頼む。いや、まあ別に岡本選手当たらなくても、なんかアニバとか、アニバじゃない、エキサイティングプレイヤーか、まあ、どちらかでね、来そうなよね、村上選手と、あとは岡本選手、エキサイティングで選ばれそうなんで、まあでも、取っておいても損はないのでね。まあ、村上選手能力も下がる可能性あるんで、まあ、ここで取っておきたい。もう神引き、いや、ほんとやばい。もう毎回毎回言うんですけれども、なんやろうね、毎回狙いの選手が出てるっていう、かも村上っていう、やば。
そのままの勢いのまま、同一チームで中野選手狙っていきます。まあ、その他ね、持っていない選手であれば、誰でも OK。中野選手ね、2023年シリーズ1か、まあ、持っているんですけれども、まあ、セカンドの適正が C なのかな？セカンドの適正 B バージョンが欲しいので、まあ、中野選手が来てくれれば嬉しい。でも村上選手も当たるってすごいな。さあ、頼む。中野選手か、まあ、持っていない選手であれ。おー、まあ、西選手持っていない選手なんで OK。ナチュラルシュートちょっとどうなん、特殊能力による。特殊能力伸びとか持っていないのでナチュラルシュート関係ないのか。まあ、西選手持っていないので、まあ、継承してね、この後の最強決定戦に入れていこうかなと。4回目行きましょう。渡辺選手もね、まあ、使わない。まあ、OB でも来ないと思うので、まあ、ここね、極みで。頼む、中野選手か、梶谷選手でもいいね。梶谷選手の A ランク1枚も持っていないので、だから極みで帰ってくれれば、まあ、即、その、阪神純正のリーグオーダーに入れることができるので、ここ重要よ。持っていない。みーちゃんでもいいよ。みーちゃんも A ランク持っていないので、さあ、誰が来るのか。おー、才木選手 OK。持っていない。持っていないしかは調合。いや、これでかい。そして最後、小林選手投入。さあ、誰が来るのか。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、明日がね、楽しみだという方は、高評価の方もよろしくお願いします。ラスト、誰が来るのか。まあ、中野選手が来てくれれば、もう本当に神回。さあ、誰が来る？調子は飛ばないんかい。さあ、誰？岩崎選手。まあ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 。うん、称号4位として、9位へ、正規へ狙っていきます。ありがとうございました。